こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスに赤、青、黄色で絵を描いていこうと思います。赤、青、黄色といえば三原色なんですけど、私の好きな作品でピート・モンドリアンの赤、青、黄のコンポジションというのがあります。なんかかっこいいですよね。で、この3色結構シンプルだけどちょっと難しい色合わせなんですけど、結構私は好きです。今日は赤、青、黄のアクリル絵の具でこのキャンバスに絵を描いていきます。ちょっと黒も使っていこうと思います。すごい鮮やかな色を俗に言う原色と言いますが、正式にはこの原色は赤、青、黄色の3色です。この3色は何色を混ぜても作ることができません。でもこの3色があればいろんな色を作ることができます。なんかもうあと何色か足したいんですけど、今日は3色で描くって決めちゃったので3色で描いていきます。もし単純な色を使うときに何色に使うか迷ったときは、この赤、青、黄色というのは原色ということで選ぶ理由になります。子供っぽいプレイフルな色にもなりますし、国旗に使われる色なので割と大人っぽいイメージにも使うことができます。いろいろな意味でとても便利な色合わせだと思います。絵が完成しました。これは川のある町というタイトルです。赤、青、黄色っていうだけでなんかすごいいい色です。ということで今日の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。